ワタカは、コイモクコイカに属する、淡水魚の一種。日本の固有種で、ワタカ一種で、ワタカ族を構成している。日本唯一のクルタ赤であり琵琶湖や、淀川水系にのみ生息していたが、琵琶湖で養殖された、チアユに混ざって放流され、新事故、ペガ沼をはじめ、日本各地の河川、湖沼に定着した。しかしわたかの陰島バの化石が西日本を中心に、 発見されており、琵琶湖の固有種ではなく依存種であるとの見方が強い。わたかの 3DCT スキャンモデル、外部リンク全長はおよそ30センチメートル。口が斜め上向きである。オスは頭部や胸びれ、背部などに正常の点がある。体色は淡い青色で、背面は葉青緑色、覆面は白色になる。繁殖期のオスには背面や目の周り、 胸びれなどに追い星が現れる。混姻食はほとんど出ない。河川の下流域や湖沼の水草が繁茂する流れの緩やかな場所に生息する。泳ぎがうまく中層にいることが多い。食生は雑食であるが制御になるに従って水草などの植物を好んで食べるようになる。田んぼなどでは稲のわかめを食害することもある。その食生や顔の風貌から 馬魚、馬際などと呼ばれることもある。馬魚と呼ばれる由来としては、天理石の伝説では、永久年間解散の内山永久寺の本堂池に生息し、その後、石上神宮や東大時代仏殿の鏡池にも移されたが、その昔、五代醐天皇が京から吉野へ行く途中、永久寺に寄った際、馬が池のほとりで亡くなり、その方根が魚になったため、 そうを食べるようになったと伝えられている。永久寺の法上会の時、淀川付近のあたかを放ったものが本土地で繁殖したと見られる。産卵期は6月から7月にかけてであり、湖岸に生えるヨシやマコモなどの葉など水面近くにある植物に雨上がりの日の夕方から夜にかけて産卵する。食用にされることはほとんどなく、市場価値はほとんどない。フライフィッシングなど 前述したように水草を中心に食べるので、増えすぎた水草を除去するのに効果があるとされる。例えば、ビワコでは、増えすぎたオオカナダモなどを除去するために岩高が放流された。主な生息地であるビワコでも、個体数が激減しており、2007年に環境省のレッドデータブックが改定された際に、絶滅危惧アイビールイに指定された。その後、2013年には絶滅 ありがとうございます。